疲れ様です。お疲れ様です。今回もね、ラジラブな RWS 衝撃 KO やったんですけども、今後の吉成なだかの行く末、方向性ちょっと聞きたいなと思いまして、一応2階級制覇日本でして、この間 RWS で防衛したんですけど、この先どこに行くんですか会長。どこに行くんですか。まあ基本的に俺はな、七日がしたいようにすりゃいいと思ってるんで、いや世の中的にはもうワン行ってほしいとかって話とかもあるじゃないですか。その辺ちょっとみんな聞きたいやろうなと思って。なるほど。いや全然なだかがワンに行きたい。この前 PK さんのジムにご挨拶に行ってきたんですけど、やっぱ PK の会長にももちろんワン出ないって言われてますし、ワンからも直接言われてることは事実だし、それもなだかには隠してないし、全部こうオファーあったよっていうのを全部俺は言ってますけど、俺はなだかと俺が最初に好きになったムエタイはやっぱり今のグローブのムエタイだったっていうのが俺はあるんですよ。でじゃあグローブのムエタイでやりきったかって言ったらまだやりきってない気がしないかなと俺は思うので、まあそので、なんて言うんですかね、その、ワンに行くと、契約とかがあって、縛られる、そうやね、出てきちゃう。まあ、選手がそんないっぱい試合せえへんしね。だからそこだけがちょっとね、今ほら、やっぱりなんだか結構ハードペース。雨降ってきたね。雨降ってきた。ね、ちょっと雨降ってきたんで、場所変えたんですけども。まあ、1はもうちょっとじゃあ先だと行くとしてもっていう感じですか。自分がやっぱ3階級を取りたいっていうのと、あとは僕がの中でですけど、なんか今僕が前回タイトルマッチの相手ベロワ選手とかのランクが S だとすると、その1個上が僕いいと思う。もう一個いい上のクラス、本当に上はですね、本当にトップですけど、あともう何選手かぐらいやりたい選手をいるので、その選手に勝って3階級を取った後に、またもう別の目標というのが生まれる。今はもうそのグローブの自分のネタでやっていきたいと思います。僕はその中では強いです。ちなみに、じゃあ、次は階級をもう上げて、もう一回3階級やるとか、もうちょっと今のスーパーフライを応援するんですか。今フライの、どうなんですか。一応、今回、スーパーフライ、感じのことを向こうから言われたんです、フライダーの方から、で、その契約書にもなだかに一応サインして、別にもう一回防衛したし、いいかなと思ってサインしたんですけれど、タイのレフリー委員会っていうのがタイあるんですけど、ランキング委員会、そういうところからちょっともうちょいフライ級、フライ級でやってってくれないかっていう話は来てます、だから炎上しないであと1回か、2回か応援してくれるとは言われてるんですけど、まあそこをねやっぱりこっちもランキング委員会を敵に回したくないし、だから僕が言ったのは、
回ぐらいならまだ防衛してもいいけれど、けどやっぱりもうすでに僕と名高の間が3階級目の方に目は行ってるんで、ちょっとそこもラッキーの会社の方もちょっと考えてください。だから1回今だから現役のチャンピオンです。まだは現役のフライ級のチャンピオンの状態です。まだ返上はしてないです。なるほど、はい、認められませんでした。なるほど。じゃあ、3階級を目指しながら、まあ、防衛してから3階級行くぞということですね。自分の中では正直もうスーパーフェラーでやりたいっていう気持ちがあるんで、まあ、でも決まったら落として、まあ、それも全然できます。ちなみになんかマークしてる選手とか戦いたい選手っているんですか？スーパーフライだと、まあ、今はレオパオっていう選手がいるんですけど、選手は今その僕がフライ級のチャンピオンで、スーパーフライのチャンピオンがその選手なんですけど、そうやりたいのはもちろんで、あとは、まあ、クマンドイ選手も、今クマンドイ選手はでもバンタムとかの方で試合をしてることが多くて、スーパーフライでも試合ができる選手なんで、スーパーフライで相手がなかなかいなくて、大きい階級で試合とかしてる選手なので、その2選手はやっぱりやってみたいなと思います。あのヤフーニュースでムエタイのパウンド4パウンド1位選ばれてましたけど、あの2位3位の選手とか、その、まあ、ロッタンは5位とかそれぐらいに取ったけど、その選ばれてる選手ってみんなすごい選手なんですよね。ね、変わっちゃう。入ります。ダニエルみたいな。はい、ダニエル。どうなんですか、こう1位に選ばれた。は、いやでも僕の中では1位だと思ってないんで、はい、まだまだ。もっとそうです。はい、もっとです。なるほど。まあ、あのパウンド4パウンド1位ですけど、パウンド4パウンドは結構こう変わる、わけじゃないですか。ランキングが。今回はもちろん名高でもおかしくないかなと思ってます。なぜかというと、ウェワーオーと選手とやって、すぐにね、あの防衛戦、1ヶ月経たないうちに防衛戦していくわけじゃないですか。だから、そのハイペースで2回ね、チャンピオンベルトを取ってるようなもんです。確かに。それはパウンド4パウンドになってもいいですよ。確かに確かに。じゃあそのペースであの2人と試合やれる外国人選手どこにいるか、そこはなだかやっぱりすごいですよね。あんまり褒めないですよ。あと最後あのなんか、まあ、なだかも MVP 取ったけど、英和スポーツジムもなんか世界で初めて外国で MVP を取ったって話聞いたんですけど、光栄なことに、まあ、この前やっぱり龍也とシモンとなだかが同時にベルトを取ったことで、英和スポーツジムを MVP のジムに今回するからって言っていただいた。タイのジム以外で、タイミンのジム以外で日本で初めて、あの、なんて言うんでしょうか、あの日本の名前でやっぱラジャに立っているっていう、そこの誇りは結構俺とかはあるんですよ。英和スポーツジムっていう、やっぱり名前でこう戦えてるっていうのは本当に嬉しいな。ちょっとね、雨もまたもあの止んだんで、まだ戻ってきたんですけど、ちなみに、名高くんが出てる RWS っていうのは、どういう大会なんですか？ RWS は、ラジャで結構こう、いろんな選手、グローバルの選手、いろんな選手出て、結構海外とかいろんなところに発信していくための大会だと思うので、こう名題を分かりやすく見せるためにも、通常の試合は3分5なんですけど、
タイトルマッチを除いた試合は RWS では3分3ラウンドで、うん、で、まあ、肘つける、首相つけるっていうのは同じなんですけど、オープンスコアだったりとか、うん、ちょっとこう、分かりやすく、うん、ネタを発信するための大会だなっていうのがあって、で、やっぱりそこでもラジャの王者クラスに出たりとか、うんうん、海外の本当にトップの選手が出たりとかっていう大会なんで、うん、レベル自体はすごい高いって。なんか俺みたいなあのムエタイのことをやっぱ素人はやっぱ普通の試合よりも RWS の方が分かりやすいかな。これほんとね、会長に日本に持ってきてもらいたいな思ってるんですけど、それ日本に持ってこれる可能性とかあるんですか？はい、もちろん今度の10月1日と11月26日のボングでは、ロードトゥラジャダムナンというものをやりますので、ロードトゥラジャダムナンは、12月22日にタイのラジャダムナンスタジアムで、RWS があるんですけれど、3選手をこのロードトゥラジャダムナンから、推薦しようと思ってて、その3選手はもちろんもうファイトマネーも、日本円、日本で試合するのと同額、それと、飛行機代、ホテル代全部出しますと、あとアメージングタイランドがスポンサーについてくれたので、そのアメージングタイランドが あの日本人向けの CM に出るみたいな、うん、結構ね、いいと思うんですよ、うん、そういった部分で それを皮切りにこう RWSダニエルとか、うん、アジャドとか日本で見てみたくなるな、日本人の選手をやって強さが分かりやすい、分かりやすくなるでしょっていうかさ、今までほら日本にやっぱりさ、タイ人が来るとか、なんていうの、タイ人ってさ、タイ人のムエタイ人口が多すぎるから、例えばそれこそ何あのゲイオ選手とか、ね、来ると、わぁ、ゲーオすげぇとかなるけれど、じゃあ例えば知らない人とか知らない選手が来ると、なんだよタイ人、弱えじゃねえかみたいな。でタイ人って言ったってピンキリじゃないですか。だからなだかがやってる選手でも B 級の選手もいれば A 級の選手もいれば S 級の選手もいればっていう、そういう感じですよ、はい、だけど C 級 D 級も連れてくるところもあるわけです、はい、だからそんな中、それこそ S 級、A 級クラスのね、ダニエルだとか、タジャドだとか、ね、例えばそれこそロボとか、はい、ね、あと誰がいる、あのほらなんか WBC の生徒会、なんかこの前ロバニーでナビルとか、そういう外国人選手もたくさんいるじゃん。だからそういう選手たちがこう日本に来て、どんぐらい強いかっていう、そのことを日本人に。で見てもらいたい、面白いよね、本当。そうですね、本当にあの日本でムエタイが流行るかどうかっていうのも2人にかかってると思うんで、頑張ってほしいです。で時代がさ、今こうワンムエタイなのか、うん、RWS なのかって、うん、タイでもこう結構なってるじゃないですか、うんうんうん、でまあ今日の発表で、あのノックアウトももうなんかこう、ね、あのオープンフィンガーの試合をやるみたいなんですけど、多分ね、あれはね、みんなワンの方を目指すような感じなんですよ、ワンルーピン、うんうん、だけど、俺たちもそのグローバルなんで、俺も最初はそう思ったんですよ、うんうん、だからロード2-1を日本、うん、あのやって、うん、この前鈴木選手と出て、うんね、あのなんロードトゥーワン、今度北野選手も出てくる、うん、俺って結構逆張りタイプなんですよ、うんうんね、あのこれ俺性格的に逆張りタイプなんですよ、うん、みんながロードトゥー、あのそのワンルンピンの方行くと、うん、今度俺 RWS の方に行きたくなっちゃう、うん、タイプなんですよ、うんうん、でそこをまあそこで俺たちは無理だ、無理かもしれないけど、うん、無理だったら無理でまたね、うん、新たなことを考えればいいなっていうことを思って、うん、この RWS をなだかどれだけ盛り上げられるかなっていう
逆張りタイプなんだ、うんうん、逆にこっち行ってみようかな。どう、いい、ついてきてもらって。なだかはね、ちょっとワンとかに興味あるかもしれないけど、ね、でさ、いつかさ、頂上決戦でさ、うん、ワンルンピニーのさ、ね、選手とね、ウラジャの選手をやる、うん、それが昔のムエタイだから、ね、そうですね、もともとルンピニーの選手とラジャの選手がクルークライとか、うん、ね、チャンピオングループクライとかね、こう戦う、うん、ね、それこそなんかこうバントン体の大会で戦うと、うん、これがあったからムエタイがすごい盛り上がった、うん、その頂上決戦はもうホームでやりましょう。どっちかの名前やとやってもらえないかもしれないんで。だけどボムでやるとまたナタカギじゃねえかとか言われちゃうんで。あ、なるほどな、はい、だからやっぱりね、それこそどっか違う国とか、うん、タイでもなく、うん、日本でもなく、うんうん、アメリカとかがどう見守ってくれるか、うん、そういったところで見たいと思います。時代変えましょう。がいいなって思ってくれる、うん、RWB って面白いでしょ、だって出てて気分良くなって、ね、盛り上がってる、うん、まあ、お客さんの熱量というか、もちろんそのタイ人だけじゃなくて本当にグローバルの人たちが見てるっていうのいいよね。ダゾーンで200カ国で見られてるし、可能性感じますよ本当に。で、うん、どう今回ほら4人で出たの、はい、日本人タイヤ、伊藤さん、シーリス、軌道、ヤフィーヨン、で、長野、で、4人、チームジャパンとして出た。どういう感じ？いや、もう全然アウェイがなかったです。全く、本当、心強かったし、あの、やっぱいつも、機械室とか、日本人もベストイレみたいな、日本選手を出場して、まあ、チーム一丸となっちゃったのがありましたし、うん、すごい、楽しかったです。まあ、今後の英和スポーツジムと吉成名高が楽しみということで、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今度10月1日試合で、ね、日本でもしかしたら、まあちょっと分からないですけど、年内もしかしたら日本最後の、うんうん、まあ分かんないですよ、うんうん、もう試合あるかもしれないですけど、もしかしたら最後かもしれないんで、年内生で長くしてあるんで、うんうん、だから、ね、ちょっと来てほしいなって、なだかの生とか、そうですね、あの生で見ないとさ、なだかの速さって分かんない、分かんない、分かんない、本当にあの通常の選手の5倍ぐらいのスピードの感じしますよ。いや、本当にあのテレビで見ると、うん、そんなにあのさ、うん、この前のあのボディの 3連打、4連打、パーン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 の追い上げが最後の立て口、あのさ、映像なんか俺見たけど、あの速さと生で見る速さ、うん、もう本当に全然違うじゃん。全然違う。全然違うでしょ。全然違う。だから普通さ、なんかテレビの方がちょっと早く見えんじゃないのって思うけど、違うんだよね。なだかの前、うん、生の方が本当に速いから、うん、その生のなだかの速さを見てもらいたいな。そうですね、いや本当にもう吉成名高いつまで日本で見れるか分かんないんで、本当に皆さん来てほしいですよね。いや、ぜひぜひ本当に一回生で名高のスピードを見てもらいたいな、うんうん、あと、まあ、年内、タイもあと1回、うん、RWS あると思います、うん、その RWS にもぜひ、ね、あのタイ旅行を兼ねて、ちょっとねタイ面白いよね。面白いですね。てくれたら、なだかの試合いうか、はい、嬉しいかなと。はい、ということでぜひ皆さん、吉成なだかと英和スポーツジムよろしくお願いします。え、なんか噛んだ噛んでない、噛んでない、セーフ、セーフ。